ボイス、今日は巡り会うは泉にてやっていこうかなと思います。あのね、ナルガクルガって皆さん知ってます？ナルガクルガってセカンド G のメインモンスターなんですけど、このメインモンスターの中でも最も制作期間が短かったのがこのナルガなんですって。へーへーへー、いやそれトリビアの泉。はい、回していきます。優勝だね。よし、やっていこう。まあ、狙いはね、このテラオーラだっけ？そのパーティー特性を持ってる人がやっぱ強いかなと思うんで、それがいいかな。まあ別に何でもいいですよ。イベント特攻ですよね、この3人とも。だから、どれでも OK。まあその、今回はリニューアルということで、まあ何がどう変わったかはね、私は前作をやっていないのでわかんないんですけども、今回のイベントで手に入る、なんか、ので、今回の手に入るのでかどうかわかんないんですけど、その大闘技場みたいなのも開かれてて、その大闘技場の中で、有効となるのが遠距離攻撃のライダー、あとは爆破属性っていうかな、それが有効でなんかダメージ量がアップするらしいんですよね。だからおそらくこのガチャでそういった類のライダーが出てくるんじゃないかなとは思ってます。技まではねちょっとわかんないんで、この状態だと育ててみないとわかんないんでね。はい、ぼちぼち最後来るかな。そろそろ来るでしょ、最後。来い。最後。カモン。最後、カモン。よし。次。よし、来た来た来た。これ最後でしょ。この人持ってんのかな？多分、持ってるわ。あの、エフェクトが出てこなかったから、多分持ってるんだろうね。オッケー。まあ、今回も、なんだっけ、あの、脳筋おじさんが出たあのイベントありますけど、あれと同じぐらいの確率なので、おそらく2、3回回せばね、出てくるんじゃないかなと思う。まあ3人のうち誰でも出てきてくれたらもうそれでいいかなとは思ってます。そうね。まあ弓とかライトボウガンとか、あと爆破属性持ってる人とかも結構持ってるから、パーティーとしては結構組みやすいんで、今回出てくるライダーは別に何でもいいかなって感じがしますね。ただ、出てきてほしい。誰でもいいから出てきてほしい。まあ、30連ぐらいで抑えてほしいな。さあ、来い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 。さあさあさあ、もうどんどんいっちゃうよ。どんどんいっちゃうよ。さあ、いけ。カモンカモン。あっと、来た。のーん、持ってるなー。あー、これまた最後のパターンか。くわー。いや、もう所詮確率だからね。前回、まあそれだけたくさんか。結構出たんだけど、出ない時もあるからね。まあいいんです。オーブはたくさんあります、まだ。余裕ぶっこいてられるのも今のうち。このね、ゴールドのベルの時さ、1回10連でさ、2体ぐらい出てきてほしいよね。なんか、期待外れじゃないけど、クルーエやっぱかっこいいね。クルーエ欲しいな。やっぱ金色のベルが出た時はね、10連で2回出てくるみたいな、そういう仕様にしてほしいなって思うよね。だからそれだけ期待値があるからさ、煽ってる分、その分の帰りは欲しいなって思う。さあ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 。これね、30連回して一番ケツだけ星5っていうのはやめてほしいよ。さす、あ、来た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 。お、あ、これそうじゃない？来た来た来た。テオワーラだ。テオワーラ読みにくいな。テオワーラ来たね。やった、一番ケツだけど。やった、一番欲しいの出てきたじゃん。まあ、クルーエね。この子は、まあ、言うて、なんだろう、いろんなところで出てきそうな気がする。だからまあ、パーティー特性を持ってる、この、テラオーレや、テオワーラで良かったのかなと思います。んで、このテアオーラのパーティー特性っていうのが、この援護狙撃っていうもので、援護狙撃っていう、でもこの人確かガンランスだったよね。あ、まあ、狙撃だからガンランスなのかな？ちょっとわかんないんだけど。で、技の対象がターゲット状態の敵与えるダメージが 20% 増加というわけで、まあ、ターゲット状態を与えつつ、なんか攻撃したりとか、バフかけたりとか、そういう技っておそらく何個かあると思うんで、そういったものを駆使しながら、ダメージ、ターゲット状態にしてダメージ量を多くしていくっていう、ちょっとまたなんかこれはテクニックな感じがするんだけど、まあそういう感じのね、ライダーとなっております。まあそういう、なんだろう、ターゲット状態に与える
機会がすごく多いライダーとかだと組み合わせがすごいやりやすい、あの大ダメージが与えられるのかなって思います。そんじゃね、特攻キャラも手に入ったことですし、まあぼちぼちイベントね進めていこうかなと思います。というわけで今日の動画は終わりです。バイバーイ。